はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツツンです。ということで今回はタイトルへの挑戦権福岡対広島ルヴァン準決勝のマッチプレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでさあ来ましたアビスパ福岡ですけれどもね、前節 J リーグでは見事逆転勝ちを収めたアビスパ福岡でございますけど、今回は苦手というか今年勝てていない広島との、ルヴァン準決勝ですねの、プレビューの方をやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでこちらメインチャンネルでございますね、メインチャンネルの方では九州勢浦レッズや J リーグ九州勢など、J リーグの話を中心にやっているのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。というのとあとサブチャンネルですね、サブチャンネルの方でこんな感じでゲーム実況もやっているんでよかったらチャンネル登録サブチャンネルの動画概要欄からよろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。まずこちら、広島と福岡でございますけど今シーズンの、成績の方を振り返っていきましょう。対戦成績の方を振り返っていきましょうっていう話でございますけど、ちょっといつもとルヴァンカップはですけどね、いつもとちょっとこの話の趣向を変えてやっていこうみたいな感じで毎回やってはいるんですけどもね、もうこの広島と の, このデータとかなんかそんな感じの話とかしてももう、何回もやり尽くした感じがあるんで、カップ戦に関してちょっと、違う視点で見ていきましょうということで、ちなみにですけどね、現在収録日現在で広島3位ですね、リーグ戦では3位、そしてアビスパ福岡はリーグ戦14位と、なっている。そして今回やっていくのはこちらでございます。もうずっと、出していると思うんですけどもね、今シーズンの成績ということでこちらが、4月ですね、4月10日に行われた広島アビスパの試合結果で、ございますけどこんな感じとなっておりますね。でこの試合に関しては、本当後半49分に劇的な、瞬間が訪れるって書いてますけどね、この試合にあそこドーグラス・グローリー選手が触ればなんとか、勝ち点1持って帰ることができたんじゃないかっちゅう、なかなかね、悔しいゲームでは、ありました。実際その、この試合の次かなは、グローリー選手はスタメンから外れているんですけどね、そういうね、試合終盤に失点をしてしまって、勝ち点を落とした、そんなゲームだった記憶がありますが、これがだからまず一つですね、これが 1-0 で敗れたのが、アウェーでの広島戦、そしてこちら。こちら本当ホーム戦でございますけど、ホームで1対3で敗れているんですね。6月25日の試合結果でございますけれども、1対3福岡、敗れておりまして、この試合こうね、戦表とか見ながら僕も話しているんですけどね、さすがに僕も年間何十試合とか何百試合で見ていると、これ僕が一番応援しているウラレッツもそうなんですけどね、全く過去の試合結果というか試合の内容というのが頭に思い浮かばないんですね。本当びっくり、するぐらいでございますけど、しかしこの試合に関しては本当悔しいという感情はやっぱり残っていて、福岡らしくないなーってのはずっと90分間、続いていた、そんな形の、ゲームだったんじゃないかと思いますけど、本当この試合に関しては福岡らしくやれていれば、勝てていたと思うんですけども、この試合1対3で敗れていたというのが、この福岡広島のホームでの、ゲームでございますんで、今年は2試合戦って、福岡の2敗ですね、0勝2敗、そして得点数で言うと福岡1得点、そして、広島は4点取ってるという話になってきます。で、今回ホーム戦なんです。今回がまた福岡と広島の試合になってくる、アビスパ福岡ホームでの試合になってくるんで、このようなですけどね、3失点、してしまったらアウェーゴールで相当差をつけられてしまうっていう話になってくるんで、このような試合はちょっと、避けたい。そして、リーグ戦、福岡前回のリーグ戦もそうなんですけどね、複数失点がついてしまっているというのがあるんで、この複数失点ですよね、これだから、この複数失点が実は福岡もずっとついてしまっているという現状もあるんで、そういうこと、そうか、マリノス戦か、マリノス戦は1失点か、ね、横浜 F マリノス戦は1失点を抑えているんですけど、しかし直近のゲームで言うと、やっぱ複数失点するゲームが多いということで、やっぱアウェーチームにやっぱアウェーゴールを与えてしまうとなかなかに厳しいものがあるんで、今回は守備のところですね、ホームでの試合なんでどう取るかはですね、ただアウェーゴールをやっぱり取られたくないんで、ある程度やっぱ守備的に行く必要、守備的というか、ある程度やっぱ守備のところも意識してやっていく必要が、もうイケイケどんどんで、ね、やってしまってアウェーゴールを取られてしまうみたいな展開は、避けたいんで、そこも難しさあります。カップ戦ならではの難しさと思うんですけど、まず守備のところですね、この過去の広島戦のような失点の仕方というのはちょっと避けたいところでありますけどもね。はい、そしてこちら、これが広島直近5試合の成績になってきますけど、広島直近5試合が3勝1分け1敗ということでね、この川崎戦04、これ結構衝撃的な試合内容でございましたけども、0で敗れても、そして、前回名古屋戦も引き分けに終わっているんで、一応広島も現在2試合連続では無得点、180分間無得点が、ついているというのがあるんで、そこをだから広島もこの試合でどういうふうに手こ入れを、してくるか、本当2試合ね、ここまで得点がないんで、オフェンス面は相当これは
変えてくるんじゃないかって思ってます。まあ本当今年に関しては広島本当絶好調でございましてね、まあね広島ここまでまさかやるとはっていう感じもするんですけど、まあしかし今年夏ですね、夏にはソテリウ選手が加入したりとか、まあ今年は本当センターフォワードのとこベンカリワ選手が入ったりとか、まあソテリウ選手が入ったりとかいろんな試行錯誤しているんで、この試合の選択をどうするかですね。ソテリウ選手は現在2試合連続でベンチスタートになっているんでね、この試合こそスタメンでもしかしたら、使ってくる可能性もある。広島もまだ優勝の可能性はゼロじゃないんですよね。まあ、ただちょっと厳しい、まあ、現状、まあ、リアルな話をすると、まあ、優勝というのは、マリノスと、まあ、川崎に絞られた感じが、しますが、しかし、まあ、広島も、最後まで諦めて戦うというのがあると思うんで、この試合のルヴァンカップに、まあ、どういうメンバーを送り込んでくるか、まあ、もちろんリーグ戦も、狙いつつですけどね、この、ルヴァンカップにある程度、まあ、メンバーを比重、まあ、スタメンの選手をレギュラークラスを投入してくる可能性もありますし、まあ、実際次、ね、リーグ戦もないんでね、まあ、次、日曜日ですかね、日曜日にまたこのルヴァンカップ第2戦があるんで、まあ、そこはあまり関係ない、リーグ戦関係なくやれると思うんですけども、まあ、どういう風なメンバー編成で、来るかどうか、そこは広島注目でございますけどもね。はい、というわけで言いますね、まあ、今回本当に短いプレビュー動画になりましたけれども、何せよですけれどもね、まあ、前回の福岡と、広島ホームゲームのように、まあ、3失点しないように、本当3失点というか複数失点してしまってアウェーゴールを取られる、そんな展開だけは避けてほしいところでありますけどもね。はい、それ以上です。以上パラプンテジェルサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶよ。